おし、来たぞ。バラせねえな。そうだ、このスタートの土壇場でお父さんとんでもない注文をしてきたんだよ。いや、カモリカップ始まるよ。笑顔なの今だけど、泣きながら帰ってくる。いや、ウープ製造マシンとして。でもこの雨だったら本当一発。いや、お前のそのポジティブは必要だよこの船に。でもそこに巻き込まれないように俺は強い道具は全部置いてきました。え、この城パターンですか。よろしくお願いします。おはようございます。よし、じゃあ釣り始めてきますか。いい黒のレッグワーム、ね、この時期の定番黒レッグから手がかじかんで開けられない。いで、タックルは小森さんの名刀。60ULS で、普段とちょっと変えたところは新しく出たね、スーペリオってフック、これでね試してみます。いやー、しかし寒い。あ、やべ、タモ網を準備した。こういう時にでかいのかかったですか。あ、出た。どのタモ網、これ壊れてんだよ。弾を出さないと。よし、弾編み準備 OK。 ああ、糸が少ない。おし、来たぞ。バラせねえな。貴重なピキ。おお、ジャンプしまくる。よっしゃ、はい、ありがとう。レッグワーム、クロー、助けられました。あ、案外皮一枚でもない。あ、すげえ深いとこ
スーペリオフック初めて釣ったんですけども、レグアムの黒ね、すんごい深いところにかかる。これはすごい針ですね。はい、1匹目。ちょっとカッパ前締めよう。締めてきた。いやー寒いけど冬の1匹は嬉しいね。ちゃんとね、玉も使ってよいしょ。でもね、落ちてく中層で食った印象でしたね。そこ取ってからっていうより、フォーリングの最中になんか食ってくれたみたいな。まだ固まってるっていう印象ではないけど、一応ヒント1匹目だからね、朝一パカパカ移動して見失うより、誰もいない貸し切り状態なので、ここでしばらく粘ってみたいと思います。ほんとね、コムクルージョンなんかでもいろいろ小森さんにお話聞くことはできたんですけど、俺はね、この初代のファンタジスタのこの竿の入り方って、ピン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 っていうね、この感じがやっぱどうにも好きで、なかなか最新機種に入れ替えられないんですけど、冬のこの釣りも 2.6 から 2.7 グラム前後の進化を使って、こう自分の好きなピッチのリズムで刻むときはね、ほんとね、これなんだよな。これで竿が今度軽くなったりするとなったりしたで、ちょっと今までやってた感覚が全然ずれちゃったりするんで、だから冬のライトリグはほんとお気に入りの一本の竿を見つけて、それをほんと指先の延長みたいにね、それはもちろん最新の軽いロッドで体に染みつけちゃった方が絶対、終日やったらこんな雨で手かじかむ中とかだとね、有利だと思うんでいいと思うんですけど、俺はたまさかこの竿のこのシェイキングの振り幅と、あとはバイトを待つまあみたいなのが体に染みついちゃってるから、ここぞって大会の時はね、未だにやっぱりこの一番初期の 60ULS 引っ張り出してきて投げております。ちょっとね、立ち木絡みの変化についてた感じだったんで、ちょっと魚探はねまだ出してないんですけど、何箇所かここら辺にそういうのあるんじゃないかなっていう目星はあるんで、そういうところを乱眼して魚が入ったタイミングにちゃんとルアーがねスコーンと入れられるように頑張ってみたいと思いますよ。独特なこのソリッドティップの、あ、今このね、これ枝に1個持たれてんなっていう、これ今持たれてる状態、あ、今抜けたんですけど、ここら辺がこの竿の絶妙になんか保持、なんか微妙にスタックさせて、でプンって抜くっていうのがやりやすいんで、いやー釣れるね、レッグアームの黒って。もうほんと
どうしようかなってぐらい釣れるんだけど、1匹釣れてくれたからちょっとだけルアーローテーション300g 前後のキーパー3匹ぐらい釣るのを目指してリグってきたシルクワームのダウンショットで、竿はハブくんのとこのエンジンのスペルバウンドコアの60 2分の 1UL ソリッドティップで、だから針もね、エンジンのスーペリオってやつはもうエンジンセットだね、これね。ワームはゲイリー山本のシルクワーム。これはね、レッグワームが釣れた後とかで、その周りにね、いい条件で追加で仲間たちがいないか探るセットで、基本はやはりあの黒レッグ。これあと4匹釣るのしびれるな、やべえぞ、やべえな、当たりがない。朝まずめのこういう瞬間ってパン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 ってね、いい時は朝のうちに3匹釣れて、あと残り時間使ってあと2匹なんとかしびる出して絞り出してって感じだけど、これはきついな。防寒はね、さすがに真冬の海でも大丈夫ぐらいに着込んできてる、もう特営装備だからねえ、寒くはないんだけど当たりがないで、思ったより濁ってる。まあでも中途半端な水色よりこんだけ濁ってくれてるから、なんだろう、シルエットのくっきりはっきり出るね、黒が特に自信持って投げれてるかな、どうかなって感じはあるんですけど、いやー、とはいえですよ、これ寒い。お腹も空いてきたし、手袋スタンバイ、手が死ぬ。
よし。2匹目来た。でも25センチ。ノンキーパー、まさかのノンキーパーさんでした。さよなら。いやでもノンキーだけど釣れるね。いいよ。昨日見た時はキーパーなんだって書いてあったんだけどな。くそ、ギルの上にありなのに。まあでもね、ルールはルールだから。今逃がしたバスがきっと助けてくれたよ、お父さん行ってきなよみたいになるはず。よし、食った。
よいしょ。3匹目だけど2匹目。はい、レッグワームで3匹目。ね。いやー、スペリューいいとこかかんねえ。黒でーす。えい。3匹釣ったから結び直しておきます。黒だな。いやスペリオフックね、初めてオフセットしっかり使ってるけど、もうね、手がね動かなくなるような、12月のこんな中でもね、しっかりオートマチックに魚かけてくれるからいいっすね。なんかちゃんとかかってくれるから、しっかりと待てる。ほんとね、真冬のね、貴重な、もう2匹ともね、コンとかそういうあたりないからね、なんかズヌーンっていう、なんかほんと冬っぽいあたり。1匹だけね、フォーリング中にコパッチーが、ああなんか持ってってるなんてのはあったけど、真冬でも釣りに行きたい、ちょっと行かれたバスアングラーにはいい服ですね。
だろうけど、のんきいかな。全然引かない。4匹目。うわぁ。ギリあるよ。ありがとう。4匹目。はい、ギリね。キーパーありました。ありがとう、4匹目。だけど、キーパーは3匹目。